楽しかったね。ビッツン、また歌が上手になったよね。そうですか？いつも通りに歌っただけなんですけど。もうめちゃくちゃ感動したわ。特に私に歌ってくれたバースデーソング、ユーナとスノコも途中からいきなりコーラスに加わってびっくりしたわ。サプライズ大成功だったね。こっそり練習した甲斐がありましたな。あー、ソノコさん、それはカリンさんには内緒って。あんたたち、いきなりカラオケ行こうなんて言うから、その場のノリだと思ってたのに、わざわざ準備してくれたんだ。あんたたちのおかげで楽しい誕生日になったわ。喜んでもらえてよかったよ。おしゃべりしているうちにもうカリンさんのお家の前ですね。よかったらお茶でも飲んでく？いいの？お菓子は煮干しくらいしかないけど、それでもよければ。煮干しはお菓子に入るんですね。当然じゃない。食事によし、お菓子によしの完全食よ。あれ、おかしいわね。開かない。まさか私、出るとき鍵かけ忘れちゃった？カリン、ハッピーバースデー！あんたたち、いつの間に。合鍵でお邪魔させてもらったよ。なんかいい匂いがする。陽動作戦の裏で、あたしとセッカがごちそう作戦を展開してたのよ。てなわけで、お祝い第2弾はお家でパーティーだよ。